デビッド・クライドは、アメリカ合衆国、カンザス州カンザスシティ出身の元プロ野球選手。左投げ左だ。高校時代は、地元テキサス州で大旋風を巻き起こした。特に高校3年の時は、防御率0.1818勝0敗、148回を投げて328奪三振という驚異的な成績を残した。 1973年の MLB ドラフトでテキサスレンジャーズから一巡目で指名され契約金12万5000ドルで入団。ボブショート球団オーナーの移行によりマイナーリーグを経ることなく6月27日の対ミネソタツインズ戦でいきなり先発投手として MLB デビュー。アーリントンスタジアムは3万5698人の観客を動員し、 1972年にワシントン・セネタースがテキサスに移転し、同球場をホーム球場としてから初のチケットが売り切れた試合となった。MLB デビュー戦では初回こそ先頭打者から二人に支球を与えたが、それから三者連続脱三振。5回をわずか1安打に抑える高騰で勝利投手になった。同年は18試合に登板し、4勝8敗。 防御率5.01を記録。1974年は28試合の登板で3勝9敗、防御率4.38の成績を残した。1975年は肩の故障に苦しみ、シーズンの大半をマイナーで過ごし、MLB では1試合の登板に終わった。1978年2月28日にトムバスキーとジョンドー・エンスタインとのトレードで、 ウィリー・ホートンと共にクリーブランド・インディアンスへ移籍。同年は28試合の登板で8勝11敗、防御率4.28を記録。1979年は9試合の登板で3勝4敗、防御率5.91の成績に終わった。1979年オフにトレードで、フルスノ・レンジャーズへ移籍したが、1980年開幕前に解雇された。 1981年はヒューストン・アストロズと契約し、アストロズ参加のマイナー球団で過ごした。ありがとうございます。